死ぬ。長い攻撃になるよ。まあずっと立ってる、ね、誰か飛んできても取られる。もう全部ホームラン、全部もう満振りしかしないんだもん。もういいわ、アベレージはもう。疲れた。アベレージは引退。柳田みたくなりたい。いいよね、あのスイングいいよね。気持ちよさそう。あれを目指したい。じゃあ、ブン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 、気持ちよく振っておいて。じゃあ、思いっきり満振りで。もう首位打者一回取ったから、昔。もう一回転するぐらい。ホームランバッターだろ、ホームランだ。ホームランバッター。加賀ちゃんのね、打率超えられない。そう、あれも無理。そう、だから今年はもう無理よ。鈴木ちゃんと加賀ちゃん一緒でしょ、8割だもん、だってもう無理よ。あれはね、無理。うん。だから、だからもう、現状よりも。記憶に残る方を選べる。だってあの、次の日も1打数1安打だって。菊田さんのあの3フォアボール。そう、大根ゲーム。あれはだって未だに伝説だって。もうあの、そうじゃ途中で雨降ってきちゃった。すんげえ雨。日曜日、先週の。あ、日曜日、そうね。油断してたよね。突然、どっさーってきて、水溜まりできるぐらい。神宮。あれ、でも場所によるんだね。今、神宮使えない。神奈川の方全然降ってない。すげえ雨。俺も走ってたらすげえ雨あったな。気持ちよかったでしょ。うん、気持ち、走ってる分には気持ちいいんだけど、雷が来るとね、ちょっと怖いのよ。うわ、球速いな。鳴ってたもんね。先週もっと速かったね。そうなの。先週はね、速かったほとんどなんか、ファーボールか、三振かでしょ。そうそう。すごい速かった、先週。見逃し三振だったなんかね、すごい上からギューンってくるやつで、シュルシュルシュルって音が。こんな時にそんな、そんな速かったんだ。シュルシュルいってる。速いな。これはすぐ終わりそうだな。山鳴りよりはいい。でもホームランでならなきゃこれ、ホームラン。タオルあれ、あれ藤宮さんか。お、違うじゃん。あれは誰だ。もしかしてだけど、小原さんじゃん。まさかの、あ、マーケックスじゃん。小原さんじゃん。うん、やった。助っ人来てくれた。加賀くんの代わりに。ありがたい。ありがたいよ。小原さん、あれやめたんだ、あるか。それだいぶ前だよ。それだいぶ前だよ。去年、おととし。あ、俺ほら、去年参加3年ぐらい経ってんだよ。去年参加してねえんだよ、野球に。あれ、打順早く行った、ゴルフ行こう。早く優しいんだよ。本当だね。ゴルフ行こう。これも面白かった。去年のテルちゃん全然来ない。全然来ないから。でもぴったりだから、あと藤宮さん。うん、で藤宮さんが来てキャッチャー入ってもらえれば完璧やん。いや、あの人膝ダメだから。膝と脇腹痛いんだって。鍋ちゃん、思い切りかぶってるよ。ドカブリこういう感じで近い近い帽子しかつってね。光ってるよ。いや、本当暑いね。聞く風がやんじゃった。無理じゃない。勘弁してよ。早すぎるだろ、これ。草野球だ。先週からすごい三振取られまくってる。なのに10番。打率下がっちゃうからやめてくれ。楽しめるピッチャーがいいね。ボリューム下げた。うますぎるとちょっと。押しかかんない。こちら親父がやる。わざわざだよ、わざわざ。親父楽しませるためにそう。あ、早くクーポン出せ、クーポン。2割。20キロ下げクーポン。いやいやいや。
いやいやいや、これ藤宮さん、これ藤宮さん違いますマジで、マジで工藤さん、娘さん 何年生？4年生。ああ、4年生。よろしくお願いします。お父さん貸してください。4年生ってこんな大きいんだ。うち2年生だけど、赤ちゃんだもん。いや、女の子の方が大きい。6年生の方が成長早い。で、だんだん中学になると、だんだん高校とかになると男の方が大きくなってくる。女の子の方が頭もいいよ。幼いから余計なんだよ。うち女3人だから。そうだよね。いや、助かった。もうすぐ藤宮さん来るって言うから藤宮さん来たらキャッチャーで、あの小原さん脇払いたいんでしょ、足と。いや、俺全身今足つりそうなんだけど3試合終わったからこれ4試合目かい。あまり動かないでしょ。 OK。 おぉ、ゲンちゃん、ゲンちゃん、ライト、ゲンちゃん、こっからね。おのおのオールグリーンだ、オールグリーン。小原さんがじゃあ4番、加賀くんの代わりだと。あ、でも準備できてない。打てる、次だけど。ちょっと粘って、粘って、粘ってちゃん。次、小原さん20球ぐらい粘って、30球ぐらい粘って疲れさせないと。とにかくフルスイングだから。じゃあ無理だ。あ、じゃあダメだ。じゃあ3球で終わり。ありがとうございます。さっきの方だと。おぉ、いいチーム、いいチーム。負けてないね。てるんだよね。駆けつけホームラン。無理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 。振ってるもん。もうちょっとアキレス腱だけ伸ばして。アキレス腱だけで。軽く。そんなに。そんな。満身大丈夫ですか。いいねいいね。ないらないら。軽く超えればいい。さっきめっちゃ調子悪い。大丈夫。動画上がってるの見てるわ。ライト OK になったよ。さあ、バッター集中。ワンアウト、ワンアウト。一つずつ、一つずつ。なべちゃん。おお、さすが。雰囲気。なんか持ってんな、なんか。あるぞ、おい。アンドアンド、まだ点取られてないよ。つけてみたから。タイミング合いそう。早い方。おお、確かに。さあ、4番。いや、なんか。熱い。動きに来たんだよ。ん？10人目ライト来た、うん、来てない。あれ？あ、今あの工藤君が変わってる。おめでとう。あれも。追い込んだ。やめたやめた。なんだ、あの子来ないね。なんだっけ、なんだっけ。井上君。井上君。で誰でしたっけ。なんか見学。
入部希望の人で走りに来るとかって。先週なんかあの若い子うまかったよ、ね、名前忘れちゃったけど中村君、あの子も今日来るの、うん、間に合えば来る。あ、そうだね、うん、あの子どこでも回るかいいよね。そうだね、うん、チャーベキューとは聞いてないんだ。チャーベキューは今中村ちゃんぐらいしかいないんだよ、うん、あとね、まっちゃんができてる。あ、うん、できるの、できるの、うん、まっちゃん、まっちゃん、もうちょっと左に。あオッケー、さすが。いいね、走れ走れ走れ。オッケー、エムチー。よく打つわ。すごいね。ナイバッチ。アウトになったけど。さすがです。ないま、ないまち。すごい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 。ナイス。流し打ち。一点入った、一点。一点入ったからいい。足が強い。すごい。スモールベース。スモールベースボール。足全然ダメだ。いやいや、もう打つだけでしょ。打つだけでいいよ。あ、やべえ、もう鈴木だよ。今やらかい。あね、スリーアウト目だな。見てなかった。